今回はトルクアータ、ハイブリッドの眉玉割りを行います。過去の動画で紹介したウガンデンシスクロケイオスと、インマキュリコリスメスを掛け合わせたハイブリッド幼虫が、羽化したものになります。羽化してくる個体の柄はウガンの、色とインマの柄を継承した、クロケイのベタと予想していますが、一体どんな個体が羽化しているのか。早速眉玉を割っていきます。すでにバンドが見えています。出てきました。ウガンデンシスと見分けがつきません。サイズは60代半ばといった感じです。他の眉玉も割っていきましょう。これもウガンデンシスに見えますね。これを見てインマキュリコリスとの混血を疑う人は、ほぼいないでしょう。もうがっつりバンドが入ってますね。過去の動画の中で、ベタ個体は実中ハックハイブリッド、といった発言がありましたが、あれは撤回します。柄に関わらず大体混ざってる、でしょう。実際問題、柄や形状、体毛などを見ても今回羽化したハイブリッド個体と、流通している、多くの、個体をラベルなしで見分けることができる人は、いないかと思います。これからメスも羽化してくるので、今後もブリードを継続する予定です。それでは良き飼育ライフを。飼っている生き物は絶対に、逃がしてはいけません。逃がした生き物が生態系に悪影響を及ぼす恐れがあります。危ないのは外国産だけでしょ。日本の生き物も逃がしてはいけません。外産国産関係なく逃がしてはいけません。一度飼育したら最後まで、飼いましょう。修正飼育を徹底しましょう。飼育している生き物を、逃がしてはいけません。